回のタイトルは、SEC の元ベテラン弁護士、SEC ではなく、リップルが提出期限を逃した?です。ぜひ、最後までお付き合いください。法律の専門家であり、サンフランシスコの SEC 元ディレクターとして知られるマーク・フェーゲル氏は最近、XRP を使用するクロスペイメントプロバイダーである、リップル社に対する SEC の訴訟に関して重要なコメントを出し、注目を集めました。多くの人が知っているように、SEC とリップル社との法廷闘争は控訴段階に突入し、提出期限は先週過ぎました。SEC が控訴を遅れて提出したと報じられたため、つまりは SEC が期限に間に合わなかったため、ドラマが始まりました。本日、第二巡回控訴裁判所が SEC 対リップル訴訟に関して欠席の承認通知を発行したことで、怒りは収まったようです。具体的には、突然浮上した文書により、裁判所が被控訴人の弁護士から欠席の承認通知と出廷通知を受け取っていないことが明らかになりました。14日以内に提出しない場合は、裁判所が許可しない限り、控訴中に口頭弁論を行うことが認められない可能性があります。XRP コミュニティの多くは、これを SEC への非難と受け止め、ソーシャルネットワークはすぐにゲームオーバーの叫びでいっぱいになりました。しかし意外なことに、この文書は SEC とは何の関係もなく、むしろリップルと関係があるようなのです。フェーゲル氏によれば、これは SEC とは何の関係もなく、弁護士がこの件で適時に控訴しなかった被告、被控訴人、クリス・ラーセン氏に向けられたものだといいます。その後、暗号通貨業界での存在感で知られる、もう一人の法律専門家であるフレッド・リスポリ氏がこれを確認し、今回はリップル社が期限内に書類を提出できなかったと述べました。最後までご視聴くださり、誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。